俺、菅もすぐるにとって放課後の部活はかけがえのない時間だ。なぜなら彼女、本橋元子先輩と同じ部屋で一緒に過ごすことができるから。あー、はじ合わせだ。スガム君は今何読んでるの？コロボックルシリーズです。ああ、面白いよねコロボックル。私も何度も読んだよ。先輩と俺の二人だけが在籍しているこの読書部、大好きな読書を大好きな先輩と共に時折本の感想を言い合いながら過ごすことができる、まさに俺にとって天国のような場所だと言ってもいい。しかし先輩、部員募集の紙そろそろ出しませんか？今この楽園が崩壊の危機を迎えている。つい先月俺は聞いてしまったのだ。この高校において部が存続するためのルール、それはやっぱり2人だけだと寂しいですしね。部員が3人以上揃っていること、つまりあと1人部員を入れなければこの部活は終了だ。その宣告がいつ下されるのかはわからないが、そうなる前に部員を補充しておく必要がある。しかし私は別に今のままでもいいかな。なぜ？あろうことか部長である本橋先輩がなぜか全く乗り気ではないのである。俺が部員募集をしようと交渉したのはすでにこれで3度目。いずれも彼女が首を縦に振ってくれたことはない。読書部を盛り上げるためにもやはり部員の補充は必須でしょう。私は今のままのが盛り上がるんだけどな、気持ち的に。何か？うん、何でも。とにかく部員募集の紙は貼り出しません。これは部長の判断です。セガム君はそんなに新しい部員欲しいの？はい、だってそうしないとこの楽園が、先輩との幸せな時間が。私はスガム君と二人きりがいいのに。何か？何でもない。そう言わず、思っていることがあるならはっきり言ってください。何でもないたらないの、気にしないで。やるわけないもん、この理由。なぜ、なぜだ。このままではこの部活がなくなってしまうというのに。ひょっとして先輩にとってこの部活はそこまで思い入れがないのか？確かに部活じゃなくても家で本はいくらでも読める。そう考えたら、あるいはこの部活は彼女にとって必須のものではないのかもしれない。だがしかし俺にとっては違う。読書する場所はここでなければならないのだ。こうなったら仕方ない。俺一人でもこの部活を守ってみせる。というわけでお願いします。翌日、俺は屋上で幼なじみの三田光則に土下座していた。急に屋上に呼び出すから何事かと思えば、何？そんな土下座してまで頼むくらいに切羽詰まってるの？土下座なんて序の口だ。言われれば靴だって舐める覚悟でいる。そんなしょうもない覚悟、決死の表情で言わないで、幼なじみ相手に。頼む、それくらい必死なんだ。ここでお前が協力してくれなければ俺はとても大切なものを失ってしまう。人としての大切なものは現在進行形で失ってるけど。あ、きょとんとしないで。っていうか、なんでわざわざ屋上？教室で言えばじゃん。バカ言え、教室のど真ん中で土下座なんかできるか。よかった、人並みの羞恥心はまだ持ち合わせて。机とかテーブルとかが邪魔で土下座の全力を出せないだろ。分かったわ羞恥心。っていうか土下座の全力って何？とにかくここまでしてるんだ、頼むよ。お前帰宅部だろ、なら問題はないはずだ。それはそうだけど、私読書の趣味ないしな。座ってるだけでもいい、部室にちょっと顔出すだけでもいいから。そう？まあそれならいいけど。よっしゃー、ありがとう、恩に着るぜ水野。というわけで今日から読書部に入る三田です。よろしくお願いします。
先輩、新入部員ですよ。これで読書部も安泰ですね。それで、私はこれからどうすればいい？僕に決まりとかないから気にするな。本ならいくらでもあるから好きに読んでていいぞ。まあいいや。適当に暇つぶしてるよ。おう。何はともあれ、これでこの部室には3人の部員、読書部が潰れる心配はなくなったな。シュガモくん。はい。あの子は誰なのかな。スガモくんの知り合い？ああ、俺の幼馴染なんです。ずっと帰宅部で暇してたので誘ってみたんですよ。私と二人きりのそんなに嫌だったのかな。何か？なんでもない。ねえ、スグルが読んでるそれって面白いの？そりゃな、面白いから読んでる。へえ。まあそんなに体寄せるな、読みづらいだろ。じー、寄らないと何書いてあるかわかんないし。マジばっかで目がチカチカする。本によっちゃ挿絵が多めのやつもあるぞ。ほら、これとか。何これ？腹ペコ青虫くんだ。いや、絵本。おいおい、本なめんなよ。絵本から得られる人生の学びはすげえ多いんだぞ。ちなみに、スグルはこの本からどんな学びを得たの？食べ過ぎは良くない。あっさ。なんなのあの子、めちゃくちゃスガモくんと仲いいじゃん。確かに、別に私はスガモくんの彼女でもなんでもないし、文句を言えるような立場でもないけど。でも、ねえスグル、なんか後方から凄まじいプレッシャーを感じるんだけど。え、そう？僕に何もないけど。いや、確かに感じたのよね。なんだろう、私に対する強力な敵意を。ニュータイプみたいなこと言うじゃん君。人の認知能力は拡大しません。さて、もういい時間だし、そろそろ帰るけど。そうだな、先輩、俺たちも帰りましょうか。先輩？あ、大丈夫。私はもう少し本読んでくから先に帰ってて。だってさ、スグル、ほら帰るよ。いや待て、俺は先輩と。じゃあ先輩、お疲れ様です。ちょ、おい、引っ張るなって。本当に仲いいな、あの二人。スガモくんもああいう人の方が好みなのかな。そうだよね、私といたって話は盛り上がらないし、つまらないし、だから部員を増やしたかったんだろうし。え、メザの話で。え、ああごめん。死ぬかと思った。大丈夫、生きてるから。知っとるわ。っていうか、なんなんだよ急に引っ張って。俺は先輩とまだ一緒にいたかったのに。あんたね、気づかなかったの？先輩めちゃくちゃ機嫌悪そうだったよ。え、あ、言われてみればいつもと様子が違かったような気も。でしょ、だから今日はおとなしく帰った方が良かったって。でもなんでだ、機嫌が悪くなるようなことは何もなかったはず。さあね、もしかしたら私のことが気に食わなかったんじゃない？バカな、ミツノは確かに頭も良くないし、読書にとても向いているとは言えないぐらいに読解力がなく、適当で大雑把な性格で、静かに文章に浸ることを目的とする読書部とは決して相入れない人物と言えるが、それでも根はいいやつなのに。おい、語尾に根はいいやつってつけておけば何でも許されると思うなよ。いいやつなのに。繰り返すな。いいやつなのに。多分部活中に感じたプレッシャーも先輩からの気がする。そもそもプレッシャーを感じるってなんだよ。まあそういうわけだから、私はやっぱり帰宅部に戻ろうと思うんだけど。ちょ、それは待ってくれ。頼む、お前にはどうしても読書部にいてほしいんだ。お前がいないとダメなんだ。見られた男のセリフみたいに言うじゃん。頼むよ。スガモくん、やっぱりあの子のこと好きなんだ。そんなに読書部にあの子がいないと嫌なんだ。
はあ、わかった。そんなに読書部を潰したくないのね。ああ、仕方ない。じゃあもうちょっと協力してあげるけど。ありがとう。あ、靴舐めようか。舐めたら縁切るよ、マジで。うう、危ない。なんとかつなぎ止めることに成功したな。しかし機嫌が悪かったか。先輩、何かあったのかな。もし三野の言う通り、先輩が三野のことを気に入ってなかったとして、その理由って何なんだろう。翌日。本読まないの？まだいい。読書部なのに。いいんだよ、後で読むから。うん、何？先輩が来ないのがそんなに不安？普段ならもうとっくに来てる時間なのに。ちなみに普段来てる時間っていつよ？4時10分。いや、まだ5分しか過ぎてないじゃん。慌てすぎ。まさか交通事故にでも巻き込まれたんじゃ。ここ学校なんだけど。ダメだ、落ち着かねえ。昨日の様子もおかしかったし。まあおろおろしててもしょうがないしさ。ほら、私と一緒にゲームでもやろうよ。これ面白いよ。バカ野郎、俺は読書部だぞ。そんなスマホゲームなんて。おい待て、なんだそれ、面白そうだな。ちょうど。ん？二人とも楽しそう。ダメだ、手に力が入らない。ここに来るまでの足取りも随分重かった。今の私にあの空間に入ってくだけの勇気はない。あ、先輩、来てたんですね。あ、先輩、早く中に。ごめん。え、今日はもう帰るから。ちょ、さようなら。待ってください、先輩。どうして？追いかけたら？私の直感は追いかけた方がいいって言ってるよ。なんだそれ。別にどっちでもいいけどね。私には関係ないし。あれ、水野、ちょっと行ってくれ。はいはい。ま、頑張んな。先輩。菅野くん、どうして？どうしてはこっちのセリフですよ。なんで帰っちゃうんですか？なんでって、別にそれは。体調とか悪いんですか？だったら俺も一緒に帰って先輩のことを送ります。心配ですし。いいの、大丈夫。そういうんじゃないから。じゃあ何か他に理由が？だって先輩が今まで部活休むことなんて一度もなかったのに。それはその、でほら、読書は別に部室じゃなくてもできるし、家でも喫茶店でも本さえあればどこでも読めるでしょ。だからまあ、今日はたまたま物質の気分じゃなかっただけ。それだけだから。ごめん、部長の私がこんなこと言うなんて最低だよね。とにかくその、今日は家で本を読もうかなって思って。俺はできないです。あの部室じゃないと本は読めません。シャガモくん、それってやっぱりあの子がいるから。あの部室で先輩がいないとできないんです。え、俺、先輩と一緒に本を読むのが好きです。時折感想を言い合ったり、互いの本を交換したり、もしくはどちらも本に夢中で一言も喋らなかったり、そんな空間を共有するのが好きで読書部を続けてます。私と先輩にとってはどこで読んでも同じかもしれないですけど、俺はできればあの部室で一緒の場所で読んでほしいなって思います。もちろん無理にとは言いませんけど。それは嬉しいけど、でも菅野君には例の幼なじみちゃんがいるでしょ。私がいなくても別に一緒の読書する相手はいるんだし。水野は別にどうでもいいですよ。俺が大事なのは先輩です。だいたいあいつを部活に呼んだのは読書部を潰させないためで、俺と先輩の大事な空間をなくさないために。なんですか？んって。亡くなるって
何の話？だってうちの部活は3人以上部員がいないと潰れるんでしょ。だから俺はあいつに土下座までして頼み込んで。なくならないよ。え？確かにそういうルールはあるにはあるけど、現時点で新しく作る予定のある部活もないし、読書部の部室を他に使う予定もないから、生徒会の人からはしばらく大丈夫だって。少なくとも私たちが卒業するまでは存続するだろうって。あ、いたいた、すぐる。ごめん、私ちょっと用事できたから。悪いけど先帰る。水野。ん？悪い、今すぐ帰宅部に戻ってくれ。なんだお前、ぶっ飛ばすわよ。おまけ。へへへ。ああ、これだこれだよ。俺が守りたかった幸せな世界とはまさにこの空間。あ、やば、やられた。おい、すぐる、ボス倒せないからヘルプ入ってくれ、早く。家でやれ、こら。いや、私もここじゃないとスマホゲーできない体になっちゃったんだよね。